で毎週土曜日、時には各週で水曜日、道場マッチを行っております。なので皆さん今日はですね、アイスクリーム初めてのカプタンもいらっしゃると思うので、楽しんで見ていただけたらなと思います、はい、でその前に、はい、プロレスの前にですね、テレパシーさんといって、宇宙初のエアギターアイドル、わすごいですね、はい、ライブを宇宙初のエアギター、はい、おいおい今日と変わんないような感じがしてきましたけど、そんなことはないですよね。一緒にしちゃダメ、一緒にしちゃいけない、綺麗どころがやってくるということで、じゃあでもね、早速、はい、はい、テレパシーさんの登場です。テレパシー、よかった、安心した。かわいいですね。はい、じゃあちょっとマイクを渡して自己紹介しても、はい、あ、マイクついてるね、はい、はい、じゃあちょっと自己紹介よろしくお願いします。はい、私たち戦うエアギターアイドル、テレパシーです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ねえ、かわいいですね。あれ、テレパシーって5人じゃないの？あ、そうなんですよ。今日は、ちょっとメンバーの前島奈子が、はい、スケジュールの都合で来れなかったんですけど、4人で5人の奈子の分まで頑張るので、はい、エネルギーを受け取ってください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。皆さん応援の方ね、よろしくお願いしますね、はい、プロレスってどう、初めてですか？そうですね、初めてです。皆さん全員初めて今日プロレスをご覧になりますか？はい、生では初めてです。おぉ、そう、ってことはじゃあリングの上で歌うなんてことは初めてなんですよ。初めてですか？初めて尽くしで。今日あのリハーサルをさせていただいた時に、こうすごいなんかポンポンしてて、なんか楽しかったよね、すごい。アプリみたいな、すごいこう。ちょっと楽しいとか言ってね、投げっぱなしジャーマンとか言ってますか？そうだ、すいません。ね、ちょっと後でスカウトしたいと思います。可愛がりってやつをね。はい、そしてあのデビュー曲のテレパシー世界、はい、こちらですね、あのアイスリボンの選手でキュウリっていうのがいるんですけども、はい、キュウリ、中学3年生のキュウリが入場曲として歌わせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。キュウリ選手は今日はもちろん、はい、今日はですね、あの受験生なので、はい、模擬試験をやってからここに来ました。すごい、二足のわらじで頑張ってますね。コスチュームのまま模擬試験を受けたという噂が、ゆるい学校ですね、それね。今日もちろん歌っていただけるんでしょうか？はい、はい、じゃあちょっとこれからテレパシーのライブを楽しませていただきたいと思いますので、皆さんね、大きな声援、大きな拍手でテレパシーを応援してください。よろしくお願いします。はい、それでは行きましょう。それでは次は佐野、あの
曲にも使っていただいている。はい、私たちがデビュー当初から大切に歌ってきた曲でもあり、アイスリボンさんのキュウリさんにも使わせていただいている曲を歌いたいと思います。はい、はい、それでは聴いてください。テレパシー世界未来へ見ていただいてもよろしいでしょうか。
チェンカボフケカボフケカやったyou
Thank you.
Yeah!
試合に先立ちましてチャンピオン藤本司選手よりチャンピオンベルトの返還です。Go!
違う、OK だ、OK だ。10分経過。やったー！
で落ちました藤本つかさん。
開催したいです。一緒に母たち、そしてプロレスを盛り上げていきましょう。それでは今日一緒に円陣を組んでください。じゃあ手をつないで円陣になってください。アイスリボン恒例の締め、自分がプロレスでハッピーと言いましたら皆さん大きい声でアイスリボンとおっしゃってください。大丈夫ですか？はい、それでは第2回を期待していきます。プロレスでハッピーアイスリボン。なんとかタミコさん相手に防衛することができました。本当紙一重だったと思います。その何だろうな、来年2月15日に念願の仙台リボン、第2回仙台リボンが決定したので、そこの気持ちの差で防衛することができたんじゃないかなと思いました。今年大晦日、そして来年もずっと私がチャンピオンのままリングに立って、憎たらしいほど強くなって絶対王者になりたいと思います。乞うご期待。